2カメ皆様ありがとうございました。何をしたかと言いますと、私トイレに行きまして、こうプッと吐くときにね、パッと吐くときにね、ビッとやりましたね。ペッとやってしまいました。どうやったってね、うまく吐けないんだよね。今日もありがとうございました。あの高野菜になる前ね、あの焦ってなんかフライングしてたから、あっと思って焦って切ったのよ。知りました。秋山氏、ビンゴの秋山氏は、最後まで起きていてくれました。秋山さん、白玉子ちゃん、タコさん、レオちゃん、タコさん、秋山さん、北直ちゃん、タコさん、そして高野菜一番はタコさんでございます。おめでとうございます。タコ氏おめでとう。秋山さん残念侍。そして上田さん、白玉子ちゃん、北直ちゃん、松崎氏起きてくれてる。松崎氏、マールさん、モフちゃん、リュウちゃん、ナオちゃん、松崎氏ありがとう。そして喋っていて、そう、今日ね、高野菜のねブービー賞を狙ってくれた方がね少なかったの。3名でございます。いきますよ、上からいきます。マールさん、王子、ウォフちゃん、ということで王子でございます。おめでとうございます。ブーブー賞は王子でございます。おめでとうということで、なんだっけ、写真は写真は撮ったの。ちょっとね、1枚失敗してますけど、失敗はしないのか。こっちがこっち、どっちがいいかなって思ってるのかな。いや、これはやっぱり、ダメだな。この3つにしよう。秋山さん、そして、あ、そう、ピンコのタコさん。ピンコを取ってくれました、タコさんが。ありがとうございます、ピンコのタコさん。そして、王子。取りました、チェキ取りました。これこうしました。これはペしました。ありがとうございます。そしてタコさんね、高野菜一番でしたので、書きました。書きました。あのね、タコしか塗るとこがなくて。タコしかね、こんな感じですね。そもそももうね、タコしか塗るとこがなかったのよ。タコと、このほっぺと口しか塗るとこがなくて、いや、これは一体どうしたもんかと思って、背景描きました。いかがでしょう？あられちゃんチックな背景にしたんだけど。あそこにあるね、あのね、お坊ちゃまんのね、ガンプラのね、箱を見ながら、全く一緒じゃないですけど、マリオみたいにね、あられちゃんの背景に入れました。いかがでしょうか、タコシー。タコタン、ありがとうございました。まぶしい。で、これここに置かせていただいて、ね、今日はすごかったですね。もうね、片付けたりね、タコさんのね、あれをね、書いてる間にね、これがね、なくなりましてね、このろうそくがなくなりましてね、食事中の方はちょっと、また、後ほど、一回切って、
お食事中の方はまた後ほど見ていただければと思います。さあ、一回切ってください。切りましたか切りましたか。お食事の方、お食事中の方また後で。じゃあ行きますよ。あのね、固まってね、ちょっと固まってきてね、こんな感じ見えるかな。ちょっと固まってきてね、あのね、嫌な感じに、嫌な、この嫌な、さらにリアリティがね、増したんですよね。でも、チョコレートフォンデュというよりは、あのチョコレートもつけて食べなければいけないというね、感じになりましてね、あれにしようかな。私、パンにつけて食べてないよね。パンつけて食べてないね、チョコね。パンにつけて食べてみる。パンに。きっしょ、マジ気持ち悪い。気持ち悪いわ。何の罰ゲームなんだろう、私これ。マジで。何の罰ゲームなんだろう。いただきます。あんこ、わあ気持ち悪い。いや、ライブ中も言ったけど、本当にね、味覚じゃない、視覚は大事ですよね。こだわる理由が分かりますよね。あのフランス料理屋さんとかがね。いただきます。味はうまいのにどうして、味はうまいのにどうして受け止めてあげられないんだろう。どうしてこの味を受け止めてあげられなくて、ちょっとおえつが。いや、想像力がね、豊かなんですよ、チカちゃん。本当に、昔から。それだけは。想像しちゃうんだよね、いろんなことを。言えないけど、今もね、食べながら頭の中でいろんなことを想像しているわけですよ。言えないくらいのことを。言えないぐらいのことをね、想像しちゃうのよな。バターパン食べたいな。いやー、ちょっとね、味は普通だよ、本当に。本当に味は美味しい。ああ、美味しそう。バターパン。うん。ああ。うん。うまいけどね。うまいんだけどね。チョコフォンデュのせいでね、あんまりね。なんだろうな、口の中にまだチョコが残ってんだよな。今だったらこれいけんじゃない。ライブ中はあの固まってしまったけれど、固まっちゃったじゃない、キノコの山に、キノコの山にをこの中にね入れたのよね。こっちもこっちの取っ手のところもコーティングしたくて、そしたら取っ手のとこはコーティングできたけど、これがね溶けちゃったんだよね。